私は7人巻き。十人祭りが8巻きみたいな、あの夏のお祭りみたいな感じの衣装でやってたんだけど、あの中だったら当時はいいな十人祭りってなってました。7人祭りってちゃんと見てみたら結構濃いし、髪の毛とかも似合ってんのか似合ってないのかよくわからない感じの。でも大人になって一番当たりは3人祭りだなって思う。ファンのみんなの心を多分掴んでるのはあの3人祭りが一番なんじゃないかなって思っちゃう。3人祭りに当時入りたいとは思ってなかったですか？いや、入れませんね、あれは。若めちゃんサイズのミニスカートで、一番すごいのがこのカツラ、ピンク色っぽいカツラをかぶってるのが多分一番絶対入ったら本当に似合わない。でもいいなっ